どうもジョルです。モンスト実況前回の続きからやっていきたいと思います。ではちょっとね、赤ずきんのんの流れに乗ってね、もう一回だけなんですけど、まあどうせだったら超重心さんの空気だけでも味わっていこうかなと思うので、一回だけ聞きたいと思います。まあもう僕ね、オーディン引いたんでね、もう十分満足してるんですよね。あとはもうこいつらを進化させたりとかしていけたらもうそれでいいかなと思ってるんですけど、まあとりあえず一回だけ聞こうかなと。どれやったっけ？あ、これガチャ。この一発で引いたガチャあるよ。一発で真ん中引いたらかっこいいな。真ん中か。もう俺でもアーサーでもええな。そらな。アーサーで誰でもええやろ、この方におるやつ。いや、俺はそれは無理やわ。俺売るわ、もう他のやつやったら。この二人がやったら、俺売る。俺売るもん、ほんまに。いらんねん、俺ほんまに。この二人がやったら。だから売ります。だから二人以外出たらね。まあ、まずその前に星5か。星5が出れへんか、もう始まらへんわ。あと一回、ガチャれます。ここで引けるか。もうラストやからな。ここで引くんが。おぉ、ラスト赤月飲んで出たもんな。えぐいな。俺引き強いからな。せやけどなんか使えるやつがいいな。使えるやつ。星読んでもええから使えるやつ。来い！あー、オッケー。うわ。ストライクショット！来た！来たぞ。金は絶対来るから。ここやから。来い！おお、え、何こいつ、何こいつ、え、何こいつ、神っぽいな。なんかゼウスのなんか。ヘボヘボあるじゃん。でもよく見たら金持ってる。顔がちょっとあれやん。うん。なんか木持ってなかったら強そう。そうやな。斧とかやったら強いのにこれ絶対。ん？ティターン。ティターン。なんかもう名前の響きからしてあかんわな。アジン族。アジン族やったらあれ。強そうに見えたらなんかゼウスのなんかもう強な存在なのかと思ったら木持っとったから弱いんやな俺も。あーって感じやな。ティターンか。ティターンはちょっとあかんな。俺のターンでティターン引くとはな、まさか。ティタルとはな。ティタル。何やティタルって。俺のターン、ドロー！ティターンみたいなとこやな。マジか。ティターン弱そうだな。バランス型。見た目ドラゴンバッシュ。振れた時に一定ダメージ。なんかめっちゃ変わったストライクショットやな。うん。でもめっちゃ弱そうやな、これ。まあ絶対使わへんやろな、これは。4発の属性弾が弱ってるというか狙い撃ち。アジン族ってのもなんかまた弱そう。これ神やったら強いけどな。アジン族やったからな。神やった方がやっぱ絶対強いやろ。基本。ティターン進化するんかな、やっぱ。ドラゴンヘッドクラッシュ。ああ、微妙いな、なんか微妙そうやな、なんか。一回の、一回の勝利。マジかー。完全な敗北を喫したな。もう、うろ、ティタン。下、うるいもう、ティタン、うろ。宣言通り。ティタン邪魔。もう、ティタン。こいつも折ったわ。撃ってんかった、俺。もう、それも全部撃ったやん。もう、全部うろ、こいつら、ここら辺全部。よし。お、35万入れん。うぇい、いらんけど金。撃ったんねん、もう。ネプチン撃ったらもういらん。もう、いらん。もうこいつらおるから逆に、こんなんおるから逆にあかんのかも、アルミラ。悪くなる。アルミラージだけ持っとくかな、一個だけ。いらん。オッケー、もう俺はこのガラハッドと、オーディン。あとはオーディン。と、もうこのジュピター。ジュピター。この辺で行こう。この辺でもうやっていく。もうね、なんか、オーディンほんま異様にかっこいいな。うん。結構かっこいいやろ、こいつ。剣の大剣やろ。まあでもやっぱジュピターが一番やっぱ使い、買っていいかな。今んとこパッと見、正直もうパッと使っとって。無難に使い勝手ええわ、こいつ。まあ、オーディンちょっと正直まだ弱いから。かっこいいな、オーディン。レベル低いから。帝王みたいな感じやもんな。こいつちょっとレベルアップ。仮面がかっこいいな、仮面が。うん、あかんな。このアンチ16マリアも結構ええんやって、結構。まあ、オーディンよ、それ神やろ。欲しいな、俺もオーディン。あ、こいつもストライクドッキングあるやん。へぇ。何何やったっけな。ほら、仲間の援助コンボがホーミングの時、グングニロを召喚。召喚するホーミングか。あ、じゃあ、オーディンで揃えたら全員魔装軍軍になるやん。そらな。オーディン揃えてえな、こいつ。どうせやったら。オーディン3体。ホーミング誰かおらんのかな、せいだ。こいつは？あ、ホーミングちゃうわ。ホーミングって基本的に、アリスとかあの辺やろ。うん。ホーミング少ないな。強いやつやろ、ホーミングって。ホーミング少ねえわ。少ないな。うん、全然おらへん、ホーミング。だからあかんわ。まあ、一旦じゃあ終わろうかな。はい、というわけで、とりあえず一旦今回の、閉じ込んだ。ガチャの動画は終わりたいと思います。まあ、超重心祭、まあ、タカがディルロッテが引いて、あと他は多分弱そうなやつばっか。で、マイスさんが赤月のんの2回目引いたと。で、僕がまあ、なんだかな、もうずっと忘れたんですよ、名前。なんかよくわかんないやつ。ティタン。ティタンね。ティタンを引いて終わったと。というわけで、今回の実践は、まあ、そこそこ楽しかったです。というわけで、一旦動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。